カラチン左翼モンゴル族自治権は中華、人民共和国領名称は佐筆市に位置する自治権。略称は各左犬。猛虎族は8.3万人で全人口の19.5%を占める。1635年、後金によりカラチン左翼機が設置される。1738年、旗内に東湖校長を設置。1778年には、 東湖校長は、検証県と解消され、同一地域内に旗と県が並存する、傍観分地が開始される。1914年、中華民国により立てマサは、両弦県と解消。1931年には新たにしのげ、南県が設置されている。1937年、満州国は、両弦、しのげ、南の2県を合併し立てマサを、設置。 1940年、県政が廃止され、角辣新左端と解消、角辣新左端の管轄とされた。1946年、中国共産党による角辣新先人民政府が成立、ここに、毛艦文治政策が終了した。1958年4月1日に、角辣新左翼毛虎族自治権に改変された。三海道弁辞書、十四鎮。 ご協を管轄する。ありがとうございます。